はい、こんにちは、カズです。今日はウィンドウウォッシャー液が変な方向に出て困った人いませんか、はい、それを直すこんなの買ってきました。はい、今日はですね、ウィンドウウォッシャー液がね、たまになんか変なところに飛んでね、後ろの車に飛んでいくとかね、横の歩行者の方に飛んでいくとかね、そんな経験が誰しもあると思うんですよね。そんなないか？分かんない。そんな時結構ね、ディーラーさんに持ってて直してもらったりとかしてるんでしょうけど、すぐ直したいとかね、こう近くにディーラーさんないとかね、そういう時また黄色いね、帽子の店、イエローハトですけどね、そちらでね、こういうの買ってきたんですよね。なんかね、そのウォッシャー液の穴の角度だとか、あと詰まりだとかを掃除したりとかする道具らしいんですけど、フォグランプで有名なね、ピアさんが出してるんですね。はい、で、金額は298円で買ってきました。はい、じゃあちょっとまずこれ開けてみますね。はい、はいはい、開けました。こんな感じになってます。うん、はい、なんかこうカバーがついてて、こうキーホルダーみたいなとこついてて、うんうん、くるくると回すとうっと外れるんですけど、うん、針がね2本ついてるんですね。うん、はい、細いのと、うん、太いのと、うん、太い針はウォッシャーの角度調整、浅い部分のワックスなどのノズルの掃除に使うそうです。うん、で細い方、長い細い方はノズルの深い部分の目詰まりとかに使ってくださいとのことです。だ角度調整はこっちの太い方なんだね。うん、で尖ってるんで危ないので気をつけてくださいね。はい、はい、じゃあこれね使ってみたいと思います。はい、はいはい、それではですね、今のウォッシャー液の、出方を見てみたいと思います。いきます。ちゃんと出てますね。ちゃんと出てます。はい、割とちゃんと出てた。ちゃんと出てるね。でもなんか勢いよくてね、後ろまで飛んでいくんで。あ、そうなんだ。そう。あ、でも熱、ちょっとやってみようか。うん、変な方向に向けてみる。変な方向に向けてみようか。そう、刺して、ああ、刺さるわ。うん、お、刺さるわ。おお、あ、掃除できる。あ、すごい。で、これをグイッと、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 動いてる、それ。おお、動いてない。真ん中動かないのかな、これ。グッてやったら動く。お、春のが見えじゃねえか。これで曲がるんじゃない？これでもう行ったんじゃない？これで行った？どれ？うん、じゃあちょっともう一回出してみますか。はい、出してみます。あ、あ、あ、あさっての方向に。OK。 よし、ひょーんって、ね、だいぶ後ろの方飛んで。でしょ？こんなことよくあるでしょ？うん、そう、たまに ね、たまにあるでしょ？はい、これをもう一回ちゃんと戻すと、ね、そう、はい、これちゃんとね、あ、老眼にはきついね、これな。うわ、これを、あれ？動く？あ、これ結構曲がったんだね。そうだよ、結構角度ついたね、これね。あ、結構クイックイといかないといけない。あ、これかな、かな、わかんない。もう出しつつじゃないと、ちょっとわかんない。そうだね、もう何回かやってみるしかないな。うん、うん、これも掃除できるの、ほんとちゃんと掃除できるんだね。うん、うん、あ、これちょっと便利だわ。入るかな、ほんとに。ちょっと細い方どう？あ、入ってかない。浅いのかな、これ。そこまで、あ、深くないのかな。そうか、そこで終わりなんだよ、きっと。だからね、やっぱ周りをさ、ちょこちょこってことか。うん、うん、よし、よし、これでじゃあもう一回調整、治ったかどうか、治ったかどうか。熱い、熱い。あ、また閉めちゃった。よし、はい、果たして治ったでしょうか。やってみます。ちょっと曲がってるね、もうちょっとだね。よし、じゃあ再度。お、低いな、上だな、思ってたら。
これで決まるでしょ。いきますよ。どうすか、どうすか。ちょっと待って。これで最後だ。よし。いいっすか。もう大体真ん中なんだけどね。真ん中は大丈夫。うん。このさ、端っこが。あ、こっちの運転席側？いきますよ。あ、ダメだ。ダメだ。難しい。難しい。よいしょ。えい。あ、どうどう？ちょっと行き過ぎ。ちょっと。行きますよ。難しい。ああ。どこ飛んでるの？狙って。さあどうだ。いきます。どう。あ、いいんじゃない。いい感じ。うん、うんうんうん、いいかな。じゃあこれで。はい、よいしょ。だった春の車の押し合い機勢い強すぎる。あ、勢いがいいのかな。うん、あの、うん、全部後ろに結構後ろまで飛んでく。結構しぶきで飛んでくもんね。うん、でもいい感じになったよ。でもこれさ、よくそんなにさ、これが狂うことないんだけど、うん、あのこれ、その道具がないとさ、あの無理やりこれね、うん、これがないとさ、無理やりあのクリップとかをさ、まあ、やったこうグイグイってさ開いてさやったりするじゃない、うん、あんまりあれってやっぱ良くないよね。うん、だってあんな断面になりそう、はい、ね。だから、うん、これね、たった300円だけどね、まあ、めったにすることないけど、うん、ちょっと角度気になるなとかね。そう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 。あとなんか詰まりやすいウォッシャー液とかさ、あ、なんかいろんなもん入ってるウォッシャー液あるじゃない、うん、あんなの使った時はもしかしたらこれね、必要なくかもしれないね。うん、うん、まあ今日はこんな感じで、はい、ちょっとしたね、車の便利グッズ、はい、はい、ご紹介しました。はい、はい、本日もご視聴ありがとうございました。した、はい。